え、フリーはなんで入れないの？建設クラブか環境省のクラブの方。いや、田本がお含めになったんですか？いや、うちそういうふうにしてるんですけど。環境省はフルオープンだと言ってましたけど。フルオープンっていうのは取材が頭取りとかじゃなくて、取材できるところです。誰にもオープンだっていう意味じゃないんです。環境省はフルオープンだと言ってました。いや、フルオープンの意味が違います。フルオープンっていうのは頭取りとかじゃなくて、最初から入ってる大臣と知事が最初から最後まで取材できますよ。取材も大丈夫ですって言ったんですか？すみません。フリーとか入れないで、とにかくそのクラブで、県政のクラブの方と環境省のクラブの方、いや、環境省に問い合わせて、フリーも大丈夫だっていうふうに。あ、そうなんですか？そうですよ。フルオープンということで聞いてしたんですか？あ、フルオープンと聞いていて、フリーでしょ？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 って言われたんで、当然それは入れると思ってやってきたんですけど、フルオープンですよね。では大臣会見とかはちゃんと出席できてるんですけど、大臣の会見にも、申し訳ない、福島の事務所の広報室なんですけど、はい、はい、すみません。はい、木さん、はい、あくまで借り出しを、本省のクラブと、あとこちら県政のクラブに出させてもらってるだけなんですよ。はい、はい、でも問い合わせをして、問い合わせはどこへしてますか？環境省の政策でしょうか、ここか。それ本省ですか？本省です。あ、はい、ちょっとすみません、ちょっとそこのいきさつをちょっとやりとり私わからないので、はい、いないんですけれども、はい、はい、ちょっともうそれ以上のことはちょっと私なんとお答えしようがないんですけど、ただ、まあ、場所が結構県庁内なので多分そうおっしゃられてるんじゃないかという話だと思うんですけど、ね、そうすると僕らは多分県と話をしないと話が先に進まないのかなって今思ったんですけど、いや、私も今お話聞いてそう思ってるんですけど、ね、区切ってる理由は、県政記者クラブの方と、はい、やってるって理由ですか？取材については記者クラブの方にとやってるって、ね、話ですけど、境目っていうのはちょっと分からないんですけど、分かんない、はい、なぜ中に入れないのかがちょっと分からないんで、まあ、誰でも中に入るっていう状況は普通ないですよね。中はあれですから、要するに取材をさせる人間は県の側で選ぶっていうことになっちゃうんですけど、選ぶじゃないですか。県政記者クラブの方にオープンにしてるし、あと環境省のクラブの方も別に。ですので、その理由をちょっとお伺いしたいんですけど、限定した理由っていう。別に反対するっていう理由はないですよね。クラブの方に入れてるっていうだけで、ダメな理由を教えてくれって言われても困っちゃうんですけど。だって雑誌とかはどうするんですか？入れてないですよ。入れてない。どうして雑誌はダメなんですか？ダメなんでしょうか？ダメっていうんじゃなくて、じゃあ入っていい、じゃあ入っていいですか？ダメじゃなければ入っていい、クラブの方に入れてるってことなんです。雑誌は記者じゃないっていうことなんですか？そんなことないですけど、じゃあどうして入れないか、なぜそのクラブだけが入れて雑誌は入れないのかがちょっとわからないので、その理由をお伺いできるかなと思ったんですけど。いや、僕らも入れないと困っちゃうんですけど。だから、そのなんでクラブだけなのかっていうことを、というところもその理由をお伺いしないと。ちょっとクラブだからですか？クラブだからですかね。ここまで来た以上、ね、まま帰ると我々も大変なことになるので、そういう話だったってだけで来ちゃう。そうとしてる、来ちゃう。理由だから教えてくださいよ。県政記者クラブと環境省のクラブ、いや、ですからその理由、その限定してる理由を限定してる理由を教えてください。どうぞ。ただ納得すれば出ますから。今の理由になってないんですけど、
入れない理由を教えていただけないんですかね。すいません。入れない理由は教えていただけないんでしょうか。京都さん、ダメだったらすみません、ダメだったらダメな理由をちょっと教えていただけないですか。ダメな理由を教えていただけないですか。牽制と、あとは、いや、ですから、そう言うけど、牽制してる理由、その理由を教えてください。それ以外の取材者がいないっていう理由を教えていただけないと、ちょっと我々の納得ができないので、基本的には牽制と、あと関係者の、ですから、その理由、その理由を聞いてるんですけど、理由を教えてくださいって。限定する理由がちょっと分かんないんですけど、限定する理由を教えてくださいってことなんですけど、ここでやっててもあれなんて、ここちょっと場所変えてもらっていいですか。申し訳ない、場所変えてちょっと話し合ってもらっていいですかね。その座礁ダメだって理由を、ね、ただ始まっちゃうじゃないですか、場所変えてここあれ、あれなんて場所変えて喋ってもらっていいですか。だから対応してここでわーって言えないんで、対応して、ここの場所はちょっとあれなんで、すみません、中に申し訳ないですが、入ります。ちょっともう、県政の記者と。その理由をお伺いしてるんで、理由が分かれば納得してきますけれども、それが分からないとちょっと。別に中で別に妨害とかしないし、ルールは。いいですね、それでも、ここじゃなくていいですか。じゃあちょっと。すみません、申し訳ないです。その理由をお伺いしてるんで、はい、なぜダメなのかわからないので、はい、入れない理由がという、そうです、いやいや、入れない理由はわからないので、どうして限定しているのかっていうことが、いやいや、これこっち、いや、わからないです。いや、ここに話しちゃっていいんですか、ポンって。いや、はい、ちょっと、でもダメなんだ、ダメなんだ、なぜそれがダメなのか、理由を教えてくださいっていう、その、うん、中で普通に取材するだけですから。すみません。ここはダメだって県の方で言ってんのもダメでしょ。だってそんなの。なんでダメなのか分かんない。そうなってるっつんだもんだって。じゃあって理由分かんないと。ここはあれなんで、すいませんね。県の人が言ってんだもんダメでしょ。ね、はい、ちょっといいですか。本当にここ通るんで、ま、よろしいですか。あちらも。ちょっといいですか。ちょっと話できるかと。じゃあ県の方話できるかと。対応してください。ここでやるんですよ。もう困るんで。ちょっとごめんなさい。動線は塞がないんで。動線は塞がないので。ちょっと悪いんで、ごめんなさい。いや、わかります。わかります。お仕事あるの、わかる。お仕事あります。ごめんなさい。だから、県、今、ごめんなさい。SP の人に言われても困ると思うんですけど。お部屋もちょっと。分かります。場所だけ確保して、もちろんあの妨害する気ないですから。その理由は私も分かんないんで、うん、そうだと思います。でも県の人も分かってないんで、取材は分かんない。お前だけがここに立つだろう。ああ、大丈夫です。飛び出したりしないから大丈夫です、ね、そう、心配しないから大丈夫。構えは、はい、